普天間の問題、インド洋の補給の問題、あるいは東アジア共同体の問題、このことはすべて憲法から派生するものです。補給の問題をどう考えるか、あるいは船舶検査に自衛隊を使うのか使わないのか、インド洋の補給をどのように法的に評価をするか、アフガンに対してどのような支援を行うのか、その根っこはすべて憲法9条から出てくることなのです。それはね、内政の問題というのもあります。しかしながら外交と安全保障を一回間違えると、これは我々も国の歴史として反省をしていかねばならないことがたくさんあります。外交と安全保障を間違えると、本当に国民が途端の苦しみに陥られ、そして国家そのものが揺らぎかねない。私は今の日本の状況はそういう極めて危ない状況になりつつあるのではないか、そういう危惧を持っているのです。例えば閣僚の皆さん方がそれぞれいろんなことをおっしゃいます。それは政治主導だから、そういうことがあって当然だ、最終的には私が決める、総理はおっしゃいました。私はその認識は明らかに間違いだと思っています。それは私も小泉内閣で防衛省長官を務め、福田内閣で防衛大臣を務めました。そこにおいては安全保障に関わること、外交に関わることは官房長官、そして外務大臣、防衛大臣、その三者で官僚を入れずに常にどうするべきかという議論をいたしました。そして政府としてこうであるということは統一して発信をしていました。A はこういう、B はこういう、C はこういう。一体何なんだと。外国も誰の言うことが本当なんだ。そして沖縄もそうですよ。誰の言うことが本当なんだ。そういうことで国内も疑心暗鬼、海外も疑心暗鬼。それがどこが国益だ。何が政治主導だ。みんながバラバラのことを言って、これが政治主導であり、最後は私が決めるんだからいいんだ。それは明らかに国益を損なっている。私はそのように考えるが、どのように総理は思いますか。鳩山内閣総理大臣。先ほど石破議員から憲法の話がありました。その憲法に対する私の意見に基づいて、これは4年前の選挙において民主党としての憲法、これは最終的なものではありませんでしたけれども、民主党が考える憲法の提言というものをその時点においてまとめたところでございます。その憲法ということになりますと、当然のことながら新たな内閣は言うまでもありませんが、憲法の遵守義務というものがありますから、その内閣としては当然今の憲法の遵守を遵守するという義務の中で現在行動してまいっているということはご理解をいただきたい。これが一点でございます。それから先ほどのお話、確かにさまざまな意見が続くということで、国内でもいろいろとご心配をされる方がおられるでしょうし、あるいは海外にも必ずしも正確でないメッセージというものが流れることもあろうかと思います。私ども今まさに普天間の話でこのような議論になっていること、そのことによっていろいろとご心配を深めてしまっておることも事実かもしれません。でき得る限りこのような状況というものを早く国民の皆さんに理解していただける方向に導いていきたいと思っております。その意味でこれから私のリーダーシップの下で、あまり、ゴルフでは OB にならないようにという話があるわけですけれども、国内の世論というものを、あるいは国際的な懸念というものが高まらないように努力をしていく中で、私の最終的な判断で決めさせていただきたい、改めてそのことを申し上げておきます。石破君。ことの重大性に対する認識が甘いんじゃないですか。今日米同盟が本当に危機に瀕している、私はそう思っています。合衆国の友人たちも何人か私のところへ来て、本当に大丈夫かいうことを言っていますね。それはアメリカに対してこの後やりますが、対等な日米同盟とは何なのかという本質論にも
帰着する話です。いいですか。ご心配があるとかご迷惑をかけているとかそんな話ではありません。このことは閣僚がバラバラと勝手なことを言っていいものではありません。本当にこれが答えであるということを早く出さねばならない。最初から結論申し上げておきますと、私は普天間の移設というのは計画通りきちんとやるべきだと思っている。沖縄の意見書を最大限忖度しながらきちんとやっていかねばならないと思っている。アジアにおける、ごめんなさい、インド洋における補給は継続しなければならないと思っている。そして船舶検査はきちんと海上自衛隊の行動もありうべしだと思っている。最初から答えを言っておきます。私はそうあるべきだと思っている。それでは妙な質問かもしれませんが、今護憲義務を持っていると、憲法遵守義務を持っているとおっしゃいましたね。憲法の中には改正条項も当然入っていますね。これも含めて遵守なのですね。そして何のために総理になったかということなのです。それはね、総理はなること自体が目的だと思ってられるわけじゃないでしょう。国会議員であることも、国務大臣であることも、はたまた内閣総理大臣であることも、何かが成し遂げたくて、その手段として国会議員になり、国務大臣になり、それでもできないことがあるから内閣総理大臣になる。当然そうです。目的と手段がひっくり返ってはいけません。総理は憲法というものについてずっと考えてこられた。そして九条こそがその中核である、そのように考えてこられた。自衛軍を持つべきであるといい、そして後方支援あるいは基地を貸すこと、これは集団的自衛権の行使である、そのように言ってこられた。総理になったら考え変えました。それはおかしい。つまり何のために総理になるかといえば、それは今まではこうであった、だけども一人一人の大臣では変えられない。総理であるからこそやらねばならないこと、それは今までがこうであるからということではないはずです。それでは集団的自衛権について伺います。総理は今まで基地を貸すこと、そしてまた後方支援もすること、それは集団的自衛権の行使だというふうにおっしゃってこられました。今もそう思うが、今内閣総理大臣になったので、その考え方は置いといて今までの見解を踏襲するということでいいですか。集団的自衛権についての定義、その定義も含めて私は伺いたいと思っています。鳩山内閣総理大臣。私は憲法の議論、当然国会議員として大いに今日までもやってきたつもりであります。そして今総理大臣という立場になりました。言うまでもありませんが、現在それは憲法のすべてに関する遵守義務があると、そのような理解をいたしております。内閣の一員として当然憲法の理念に沿って行動しなければならないということはご理解を願いたい。そして私は一方では民主党の代表という立場でもあります。ぜひこれは民主党の一員として憲法の議論の中で大いに預かってまいりたいと。憲法の議論をおろそかにするつもりも一切ありません。したがってこのところは内閣の一員としての立場と当然党の代表の立場というその両方をうまく理解をする中で共に行動してまいりたいと思っています。集団的自衛権の行使に関して、私は集団的自衛権という言葉自体が極めて人によって曖昧というか幅広く使われたり極めて狭く使われてきた嫌いがあると思っています。本来ならばそこのところの定義をもっとしっかりと行うか、あるいは集団的自衛権という言葉自体の持つ曖昧さというものをこう払拭をさせて、もっと別の考え方で日本自身の防衛の在り方を主張する時期を作らなければならないんじゃないか、そのように思っています。私の本心というか自分自身の考え方とすれば、当然集団で自衛をするという発想でありますから、米軍に沖縄を中心として基地を貸しているということ自体が集団で自衛をしていると、防衛をしているという発想に当然広く考えればなるわけであろうかと思います。しかし一般にこの議論をされている集団的自衛権というものは必ずしもそうでないことも理解をしております。すなわち例えば日米同盟というものがある、この同盟関係を
結んでいる一方のアメリカの本土が例えば何らかどこかの国によって攻撃を受けたときに果たして日本がそれに対して武力行使というものを行ってよいかどうかという発想があります。そういった発想が私は基本的に言っている憲法9条の中で日本が取るべきではないと言っている集団的自衛権の発想だと思っておりまして、その意味では私は現在の憲法9条の解釈をこの内閣において現在のところ変えるつもりはありません。石破君。私は定義をお尋ねしたのです。定義、このことは極めて中核的な問題ですので。